はい、あるです、お疲れんです、はい、今日は久々に、ラジオ雑談ですね、はい、いつもやってる生放送じゃない、雑談ということですね、ラジオ感覚で、聞いていただけたらいいかなと思います。はい、で何の話かと言いますと、この間、ちょっと釣りを趣味で、がっつりやられてる方と、ちょっとお話をする機会があって、してたんですけど、はい、僕聞く側ね、聞く側でお話をちょっとしてたんですけど、ちょっと釣りと撮影ってちょっと似てるなっていう部分が、あってですね、僕自身釣り自体は小中の時にちょっとかじったぐらい、バス釣りと海釣りとちょっとこうかじったぐらいなんで、こうガチでね、こう船に乗ってこうがっつり釣りに行くっていうことはやったことがないんで、そこまでガチガチ釣り知ってるか言ったら、ほぼ素人に近いような、感覚というか知識しかないんで、ずっと話聞いてたんですけど、その時に話してた内容が、趣味ってこうストイックになればなるほど変態化するよなみたいな、話があってですね、確かにそれはカメラを趣味やってても言えることやなっていうのが、まず一点、似てるなと思ったのと、竿とこうリールの話になって、リールがね、ちょっと僕わからないんですけど、その手巻きと電動で、巻く電動リールと、あってですね、その電動リールを、使えへんねんっていう話を、されてまして、でなんで使えへんのかなって思って、聞いてはみたんですけど、そのなんていうんですかね、魚がこうヒットして、こう竿がこうグワッとしなってこう巻き上げるときに、電動リールだとこうボタンこうピッとこう一個押すと、勝手にこう自動でガーってこう巻いてくれて、魚がガーってこう上がってくると、いうような釣り方になるんで、その釣り上げるまでのその道中のその魚とのこの戦いといいますか、このなんていうんですかね物語がこうやっぱないみたいで、こう引いたりね、こう魚に持っていかれたりとか、こうこっち側がこうね、うまいことこう巻いていったりとか、その辺ちょっと詳しいことわからないですけど、そこのなんていうんですかね、道中のこの戦いというか、そういうのが電動リールやとないんやと、ボタンをこうピッと押すと勝手にこうビーってこう巻き上げてくれて、魚をこう勝手に釣り上げてくれるっていうのがあって、そのなんていうんですかね、この途中のこの楽しみ方っていうのが、この撮影でも僕の場合野鳥撮影なんですけど、似てるなっていうのはすごい思って、やっぱりカメラもこうどんどん進化していくんで、最近ではね、被写体認識を、より鮮明にするようになって、なおさらね、この今後やっぱりこのカメラとこの雲台をなんかこう線かなんかでつないで、このカメラの被写体認識したのをそのまま雲台にこう伝えて、その雲台ももうこう勝手にこうで動き出して、被写体をこうもう追従し続けるみたいな、で人間のやることでもシャッターをこうボタン押すだけっていうような、感覚になってくるような気もせんでも正直ないんで、そうなってくると、そのさっき言ったその釣りでいう、その釣り上げるまでのこの魚とのこの戦いの間のこの楽しみ方っていうのが、その撮影で言うと、鳥が飛んだっていうので、ファインダーにこう自分で捉えて、でこうピントをこうガーってこう押し込んで、ずーっとこう追い続けてシャッターをこう切り続けるという。でたまにこうピントがこう迷うと、手動で戻したりとか、もっぺんこう何て言うんですかね、 F ボタンにこうリテイクして、追い込んだりとかってするのを総合してこう楽しんでるっていう感じが正直あってですね、そこがすごいこう釣りと
まあ、その方の釣りの楽しみ方と、まあ、僕のこのカメラというかこの撮影、野鳥撮影においての楽しみ方と、まあ、ちょっと似てるなと思って、はい、でまあ、まあ、記録動画ですけど、まあ、そういう話があったんで、まあ、今回、まあ、雑談を撮ることにしました、はい、まあね、釣りやってはる方やと、まあカメラもそうやし、まあ釣りもそうなんですけど、楽しみ方はね、人それぞれなんで、釣りをやってられる方でも、いや電動の方がええわって、まあ、言われる方も当然おるでしょうし、当然ね、カメラもやっぱこう自動は自動でのこの楽しみ方がね、またどっかにこうあると思うんで、楽は楽でこう楽しみ方が別であるんですけど、さすがにちょっと運だいまでこう自動で動き出したらそれは楽しいんかなとか、まあ撮れる写真はさておきですよ、カメラと運だいがこう勝手に動いて撮れる写真はどうかっていうのはちょっとさておいてですね、まあその写真を撮るまでのその過程を、まあ楽しめるのかどうなのかっていうのが、まあこれからどん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 こう分かれてくると言いますか、はい、まあそんな感じですね。まあたまたまこう、まあ、釣りをやってはる方と話し、まあまあ確かにね、釣りも坊主あるし野鳥も坊主あるんで、だからその点ではまあ似てるっちゃ似てるんですけど、まあそのね、自分がやってない趣味の話を聞いて、ああ自分の撮影のこの楽しみ方と似てるなと思ったことが、まあ今までなかったんで、はい、まあ、その方の釣りの楽しみ方はまあそんな感じで、まあ、話してたんで、ね、まあ、実際釣りでもそんな楽しみ方やっぱあるんやと思って、そのやっぱり引いてるこの魚のこの感じはやっぱこう手で持って竿をこう通じてこう手にガーってこう来るあの感覚とかっていうのもまた楽しいんやろなって、まあまあちょっとあんまりそこまでがっつりやったことないんで、まあ想像でしかはないんですけど、まあ確かにね、昔やった時あの魚がこの引いてる感じっていうのは手に伝わるこの振動っていうのはやっぱりこう興奮するような、まあ振動でもあったんで、燃えるというか、うん、だからそんな感じでもあったから、だからそこがこう電動になるとやっぱこう端折られてるっていう、もう魚を釣ることだけがこう目的になってるっていう、まあ仕事としてはまあいいんでしょうけどね、もちろん、うん、だから趣味としてはまあどうかなっていうような感覚でまあ話をまあされてたんで、いやまあ似てるなと、思いましたね、はい、まあそんな感じでですね、まあこれからまあどん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 、まあ当然カメラもね、雲台もこれ進化していくでしょうから、いやどんな雲台が今度は出てくるのかなと、まあそっちですよね、カメラはもう大体ね、まあ Z9 かも出てて、まあ α1 でもそうですけど、まあ R3 もそうか、視線入力があったりとかね、もうすごい進化ミラーレスなんていうか仕切ってきてる部分がこうあるんで、まあどんどんこれからね精度を上げていったりはするんでしょうけど、今度こう雲台の方にね、どん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 このそのなんていうんですかね、アルゴリズムと言いますか、ちょっと難しいことはわからないですけど、その技術がですねこういってですね、雲台とこうカメラをこうバシッとこう有線なんか無線なんかわからないですけど、つながってこのカメラの認識をこう雲台側でこう認識してですね、まあ、自動追従するみたいな、ことが今後、まあ、出てくるんちゃうかなと、まあ、思って、その辺はその辺で、まあ、楽しみではおるんですけど、まあ、趣味としての楽しみ方としてはどうなんかなっていうような、まあ、感じの、まあ、お話でしたね、今日は。はい。まあ、そんな感じで、まあ、釣りと、まあ、似てるっていうような話の中でですね、まあ、趣味ってやっぱりそういう部分、その何て言うんですかね、ゴールに行くまでのこの道中をね、こう楽しんでるのは、まあ、釣りも、まあ、野鳥撮影も一緒なのかなと、はい、いう感じが、まあ話してて感じたんで、はい、まあ、まあ今日はそんな、まあ、雑談でした、はい、まあそんな感じですね、まあライブと違ってちょっとまあ短いんですけど、はい、まあ今日はこの辺で、まあ終わりたいと思います、はい、それでは、お疲れ様でした。